はい、そしたら腰掛けていただいて、一番、あ、これじゃあ辛いところが首なんですけれども、はい、どうやって痛めました？タックルとかそういう、多分タックル行ったりとか、はい、あのガブられたりとかって蓄積だと思うんですけど、はい、最近ちょっとこうフラフラすることが多くなってきたりとか、はい、指先がすごい冷たくなったりとか、なんかぶつかった形によってはこう腕全体がビャーっとしびれたりとかっていうのが最近ちょくちょく出てくるようになってきてしまって、はい、シールは左ですね。左ですね。左のどの指がしびれてます？いや、結構全体的にどの指が先の方がもうビャーってしびれちゃって、1分だけ待ちます。今、はい、手のしびれどうですか？あんまり感じないと思うんですけど、ちょっとあるかどうか確認できます？わかんない感じ。今わかんない、はい、あ、ないかもしれない。しびれてくるんで、うん、今はなんとなくひどくなってくるとしびれてくるんですけど、はい、なんとなく冷たい感じはある、あれまだあるんですね、はい、しびれがあるかどうかはわかんなくなってきた、はい、っていうことですね。はい、はい、OK、ね、だからまず、ね、頭の位置っていうのをいつもね、はい、意識しないと、はい、政治生活が、ね、なんかどんどん短くなっちゃうし、いいパフォーマンスが出せなくなると思う。ああいいでしょ、はい、ね、はい、この時手温かくなってこない？あ、冷たさないですね。もうないでしょ、はい、ね、っていうことはまず骨格を正しい位置にやんないと、はい、これで、はい、もう一回やってみて、うん、あ、これ痛くないです。痛くないでしょ、はい、これは肋間神経かな。ちょっとね、手をね、こっちも、こっち上げてぐーっと、そうこれだ。この緊張が首をね、おかしくしちゃってるんだな。ちょっと。よし、オッケー。立ってみて。全体的にやったんで。はい。首どうかな。さっぱりはしたと思うんですか。首はもう全然。そう。あ、なんか張りとか。そうですね。なんかビってくる感じはないですね。はい。しびれはどう？全然。あ、しびれもないね。ね、しょ、はい、じゃあ、宿題はね、はい、左の膝をこういう風にして、はい、あれを徹底的に行うと、はい、あ、はい、いうことです、はい、それからね、硬すぎるってことなんですね。硬すぎる、はい、うん、でそれが硬いから引っ張っちゃって骨盤を、だから全体を直して、はい、調整するところがあれば、まあ、そこでもいいし、はい、ね、見つからなかったらここでもいいし、はい、やってください。とにかく宿題はとにかくこう、はい、徹底的にほぐしてください。わかりました、すいません。納得してます、大丈夫です、はい、しました、はい、宿題やってくださいね。はい、やっときます。やれば治るし、はい、やらなければ治らないですよ。もうストレッチしながらこうガッと揉んじゃってもいい感じ、うん、筋肉ってね、はい、繊細で、はい、ギューってやったら緩むかったらそんなことなくて、はい、ストレッチも無理なストレッチをすると逆に硬くなっちゃうね、はい、だからちょっと張ってきたな、はい、もうちょっとだけぐらいの感覚で、はい、うん、はい、ギューってやれば伸びるっていうわけじゃないんで、はい、優しく伸ばす感じで、はい、なだめるっていう感じで。あ、わかりました。よしよしよし、はい、これ本当の話、はい、ね、ギューってやったら余計反発しちゃうから。